タミナが問われる一戦、キッシュの折り合いも注目です。ゲートが開いた。まずまずのスタートといったところであります。果たして先頭に行くのは、先頭に立ったのはディープボンド、内を通ってスルスルとアイアンバローズが上がっていきました。15番アガノディアマンテ、レオロイヤル、シルバーソニック、そのうちにタイトルホルダー、その後ろでありましょうかハーツイストアール、外を通ってロバートソンキー、ヒートオンビート、外から1頭12番ハヤヤッコ、そしてその後ろから14番バルコス、内を通って11番マイネルフォンロン、それからもう1頭ユーキャンスマイル、そしてその後ろから5番マカオンドール、10番ドウサンカンビーナ、そのうちからは3番ディバインホース、メロディーレーン、一番後ろに8番クレッシェンドラブであります。もう一度整理しましょうか。1番アイアンバローズがレースを引っ張るようになりました。これを追って15番アガノディアマンテ、18番ディープボンド、ピンクの帽子が馬込みで揺れています。そして4番手に7番レオロイヤル、それから足毛の馬体シルバーソニックであります。そして内からはタイトルホルダーハーツイストワールが、その後ろロバートソンキー、12番白い馬体ハヤヤッコであります。内を通りまして9番ヒートオンビート、その外からはバルコス、内から1頭マイネルフォンロン、ユーキャンスマイルが、その後ろ5番マカオンドール、ドウサンカンビーナ、もう1頭3番ディバインホース、メロディーレーン、しんがりからクレッシェンドラブであります。流れるようにレースが進んでおります。先頭を行く1番アイアンバローズ、1馬身リード、15番クリゲの馬体タガノディアマンテであります。これが1番人気のディープボンド、和田騎手この手応えはどうか。そのうち7番レオロイヤル、そしてその外にシルバーソニック、タイトルホルダーがそのうちにいます。その後ろでやりましょうか。2番ハーツイストワール、それからもう1頭13番ロバートソンキー、12番白い馬体ハヤヤッコであります。ヒートオンビートが並んでいっています。その外にユーキャンスマイル、それからもう1頭バルコス、そしてそのうちに5番マカオンドール。さあ阪神競馬場は大歓声であります。ディープボンドは2番手、このまま抜け出すか。依然先頭アイアンバローズ、ちょっと差がある。ディープボンド懸命に追った。タイトルホルダー届くのかどうか、頑張る頑張る。石橋とアイアンバローズ、タイトルホルダーが襲いかかる。2頭火花が散る、火花が散る。負けられない。石橋衆譲れない。横山非常に際どくなりました。16番、3着、9番以上のように確定しました。